にちは。今日は9月のプリルン3日です。4時20分これからセブンの方行きます。もうだんだん道路とか忙しくなってますね。車がもうだんだんトラフィックになってます。人が出てますので、もうセブンシティの方はもう 50% 商売は動いてます。オフィスとかゴバメントオフィスとか、レストランとか他の商売もね、ホテルはそうでもないけど、でも空いてるところは多いですね。それでもまだ 50% です。あとはセプテンバー9月の1日からダイビングはもう OK になりました。だから私たちは潜りたいなら潜れるけどね、でもツーリストは来れないからまだダイビングはまだそんないっぱいじゃないね、潜る人は。あ、今パークモールにいます。ジョリビーが覚えてますか。そこでいつも朝7時半で迎えに行きます、お客さん。友達とかも自分だけで潜ってますね。ただツーリストいないからまだ商売にならないですね。またセブとか日本はもう OK になったらまたぜひ遊びに来てくださいね。とりあえず皆さん気をつけてくださいね。バイバイ。